こんにちは、ベビーインポートのアナです。今回はロココアントワネットシリーズのドレッサーをメインにご紹介していきたいと思います。私が本当に大好きなこのロココシリーズ、そしてドレッサーのときめきだったり美しさだったり可愛らしさだったりをこの動画でお届けできたらなと思います。動画に入る前に、もしよかったらベベのインスタグラム、LINE 公式アカウントを登録してみてください。概要欄にリンクを貼っているので、ぜひそちらから他の SNS アカウントもご覧いただけたら嬉しいです。そして、もうすぐで500人突破ということで、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録のボタンを押してご覧いただけたらなと思います。人数かかわらず、すごくサポートしてくださる方が多くて、いつも本当に感謝してるんですけど、よりさらに日本の多くの方に輸入家具だったり、このロココ調家具、アンティーク家具の良さだったり美しさをお届けできればなと思っているので、よかったらこれからもサポートしていただけたら嬉しいです。それでは早速動画に入っていきましょう。レッツゴー。いつもシリーズの良さだったりはお伝えをしているので、今回はロココ調とは一体何なのかっていうのを改めてご紹介したいのと、そして姫計画の最高地点というか、こう最高がやっぱりこのロココ調のピンク白の家具かなと私は個人的に思っているので、そういった姫計画、そしてロココ調家具に憧れている方に届いて、この気持ちを共感していただいたり、ロココ調家具に包まれる空間を動画内でも体験していただけたらなと思います。それではまずロココ調という言葉ですが、よくベベの動画をご覧いただいている方は結構ロココ調という言葉を聞いていただいているかなと思いますし、動画のサムネイルだったり商品名にもロココってついているので馴染んでいただいている言葉かなと思うんですけれども、実際にそのロココ調の家具って何なのって思ってくださってる方もいらっしゃると思いますし、この動画をベベの中で初めてご覧いただいた方だったりにもロココ調を知っていただけたらなと思って、私も勉強をしている最中ですし、逆そのロココ調を完璧にお伝えできるわけではないんですけど、まあ、こういったものだよっていうのを軽く知っていただけたらなと思います。ロココ調インテリアは西洋アンティーク家具の中でも人気が高く、長きにわたり愛され、そして憧れ続けられている家具です。装飾的、曲線的で美しく高貴なデザインは私たちの心を強く魅了します。ロココ調は絶対王政が支配したヨーロッパ頂点、フランス宮廷に咲き誇った様式です。ロココという言葉の由来は小石、貝殻を意味するロカイユが語源となっており、ベルサイユ宮殿のグロットという洞窟のようなものみたいなんですけどを作るための材料だった小石や岩、貝殻などを意味しています。そういうものからインスピレーションを受けているデザインになっています。植物の葉のような曲線を多用したロカイユ装飾を特徴とし、優美さと繊細さが魅力です。やっぱりベベのロココシリーズでもハンドペイントで仕上げているデザインだったりだとか、この辺もね曲線的で、そしてこうやっぱり植物のモチーフとなっているデザインが魅力的なポイントかなと思います。やっぱりこう曲線だったり猫足だったりだとか、その装飾的なデザインが本当に大好きで、どうしてもやっぱりシンプルなものを見るとなんかちょっと物足りなさを感じたりだとかするんですけど、なので本当にこのロココ調のデザインはどの角度からどの視点から見てもすごく美しいし、やっぱりあのデザイン性っていうのの頂点に立つというかトップであるデザインなのかなと思います。なので私は本当に毎回このロココ調の家具を撮影しながら本当に心がやっぱり満たされるし、そしてお家も結構ロココ調の家具だったりが多くて、なのでやっぱりこうお家に帰ってもすごく心がときめいた状態でいられるし、私ときめきっていう言葉がすごいこの家具の表現に合っているなと思っていて、やっぱ魅了されるし心に響くデザインかなと思っています。そんな200年以上の歴史を持ったロココ調家具を今の時代、そして日本でも伝えて広めていきたい、そういった思いを持って私たちベベインポートはこのロココアントワネットシリーズを今の日本に広めています。これからもより多くの方にこういう家具があるんだよっていう風にお伝えしていきたいし、少しでもこの様式だったり輸入家具を共感して楽しんでいただける方が増えたらなと毎日思ってます、ということでこちらがロココ調とはという内容でした。軽く触れただけなので、もし気になった方は他のサイトだったりでご覧いただくとすごいその世界に入り込んでいただけるかなと思うんですけど、はい、私からは簡単なご説明でした。はい、そして
ちょっと画角を変えてみたんですけど、でなんでこのマリー・アントワネットシリーズのドレッサーに注目を置いたかっていうところなんですけど、やっぱりドレッサーって一番女の子が憧れている家具かなと私は思っていて、私自身もすごいドレッサーって女の子の好きを詰め込んだ家具だと思ってるんですよね。デザインもですし、お化粧品だったりだとか、大好きな雑貨を飾ってみたりだとか、そういう風な使い方というかコーディネートもするし、使っていただいてるかなと思っています。なので乙女心をくすぐるロココシリーズの、そしてその中でもやっぱりこう乙女らしさ、女の子らしさ、女性らしさを感じるこのドレッサーを皆さんに、私は一番こうご紹介したいなと思って、今回新しい形で入ってきているので、こういう風に合わせてコーディネートをしてご紹介をしています。ドレッサーがある生活っていうのはやっぱり本当にね、なんか毎日のおしゃれだったりメイクだったり髪のアレンジだったりもすごい楽しくなるし、ドレッサーが可愛くて空間が可愛いと、さらに自分自身も美しく綺麗に感じるし、毎日のこうスタートをこのドレッサーと一緒に始めていただけたら、より皆さんの日常だったりがちょっとお姫様めいた日常になって、美しく優雅な感じになるんじゃないかなと思っています。マリー・アントワネットロココシリーズのドレッサーはすっごく細かなところまでこだわっていて、デザインを施して、そして使い勝手ももちろんいいように、ここのミラーもこういう風にすると自分の横顔だったりとか、この細かなところまでメイクアップを楽しんでいただけると思いますし、先ほどもお話しした通り装飾的で曲線的なデザインっていうのを本当に隅から隅までこだわって作っているので、本当に楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。すごくこのデザインが仕上がっているので、私たちも誇りを持ってるし、皆さんにもこの家具を愛していただけたらなと思っていますので、皆さんの生活をより美しく豊かなものにするっていうのと、ときめきをね世界からお届けするっていうのが私たちのポリシーなので、はい、そういうところがポイントです。自分が最大限愛せる、ときめいてやまないような、そんな風な空間にしていただきたいなと思っているので、私たちベベが少しでもお手伝いできることがあったらなと思っています。ということで、こんな感じで今回の動画をフィニッシュにしたいと思います。最後までご覧くださってありがとうございました。 Instagram、Twitter、オンラインストアの URL は概要欄に貼っているので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。ロココシリーズのリンクも概要欄に記載をしているので、よかったらそちらからチェックしてみてくださいね。それではまた来週水曜日、よろしくの動画でお会いしましょう。バイバイ。